はい、皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。コージです。今回の動画は前回の新世界の動画の続きとなります。今回の動画は雑談をしながら串カツを食べる、爆弾発言が出たり、ピーが虎の声に変わってたり、たわいもない話にただただ串カツを食べるだけの動画になっております。時間があれば最後までお付き合いよろしくお願いいたします。いや、ここの串カツ屋さんは新世界のどういったらいいんだろう、橋の方になるのかな。後で知ったんですけど、 YouTube でもねかなり紹介されていて美味しかったですね。赤坂屋さんというお店でございます。いろんな種類の種類をご使用が、塩派の私にはやっぱりこのフィリピンのお塩はあまり美味しくなくて、この味塩はものすごく美味しそうに。僕のお皿ちょうだい。あ、コージさん、ごめん。コージさんのお皿渡しない。まあ誰かしら、ヒロシやん。誰かにしよう。いや、ほんまに怖いわ。怖い。全部証拠残ってるじゃん。私ら2人で、おすぎたピークってやる？ピークのピークがすごいね。でも私は思ったもん。うわ、すごいカレー風味。誰も見てくれんの。ということで、焼き鳥です。はい、ありがとう。いただきます。生蝶をお預けします。パパに生いただきます。迷宮入りしちゃって。あ、こちらですね、チーズ。はい、はい、ありがとう。近かったらごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そっちで。いっぱい頼んだな。これチーズだと思う。チーズ誰か食べる。あ、食べる。僕さっき食べた。美味しかった。京都タワーで、誰が上がるんだろう。すごいで、こんな状態で。すごいよ。
sailor ain't that loose. Trailer of sailor ain't that loose. シュルケンゲームかな、的に当てて商品をもらうというゲームかな。ストレス溜まってます、必死のパッチやん。いきなり男全開やん、カズナリだけに。昔よくありましたよね、射撃ゲームでしたっけ、欲しい商品に当てて、その商品が落ちたらもらえるというね、そんなゲームセンターでしょうか。こんなとこもこんなおしゃんてで綺麗になってて、ほんまびっくり。昔の新世界の面影全然ナッシングでした。いやー楽しかったですよ、皆さんほんま行ってみてください。そしてこのような昭和の面影が残っているところもあったりして、マジ面白かった。うん、最高。たった500円で人生最高のエロい笑顔も見れます。悩んでないでガチャガチャリやって燃え上がるとか泣いて喜ぶとかすごい。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、配信通知のベルマークよろしくお願いいたします。では次の動画でまたお会いしましょう。新世界今最高です、ぜひ皆さん行ってみてください。ではでは。